ブリトニーには自然体、世界的トップシンガーであるブリトニー・スピアーズ、41歳、が SNS 上で露出度の高い衣装と沈黙の中髪を振り乱し感情的、表現豊かに踊るダンス動画を連続投稿し、物議を醸している。2日、ブリトニーは赤いタイトドレスを身にまとい、 音楽に合わせてバストやウエストなどボディラインを手でなで強調するように踊る様子を動画で公開しているのだが、下着を身につけていないためなのか、うっかりバストトップがあらわになってしまうというハプニングがあった。これに対し X、旧ツイッター、不条では、一切下着を着用していないじゃないか、ブリトニーによる。 沈黙ダンスは世界平和のための強力なツールとなるのかどうか。下着を身につけない理由は、彼女自身がアンダーウェアであることを示唆しているのでは、など様々な憶測と混乱の声が寄せられている。またブリトニーといえば、先月24日に回顧録、ザ・ウーマン・イン・ミー、ザ・ウーマン・イン・ミーを発売したばかり。 1990年代からアメリカのポップシーンを代表するシンガーとして世界的に活躍してきた彼女の回顧録であることに加え、ジャスティン・ティンバーレイクとの交際と重大での極秘自宅中絶、精神病棟への入院と貢献制度による管理、監視下での生活、現在の思いなどが赤裸々に綴られていることも相まって、 発売からわずか1週間で早くも110万部を売り上げるという大ヒットを記録中だ。ブリトニーは回顧録の中で露出度の高いコスチュームで動画や画像を自撮りし、SNS 上に公開する理由について以下のように語っている。多くの人が私が裸や 新しいワンピースを着て写真を撮るのが好きなことを理解できないのはわかる。けれども、何千回も他人に写真を撮られ、他人の承認を得るために小ずかれながらポーズを撮った経験のある人なら、自分がセクシーだと感じるポーズを自由に撮り、好きなように撮影することが、どんなに嬉しいことかわかってくれると思う。またその他にも、 今年9月末にはナイフを両手にくるくる回し、時には自身のヒップにナイフを叩きつけるなどのパフォーマンスを交えたダンスムービーを公開。心配した関係者からの通報を受け、警察がブリトニーの自宅まで安否確認に駆けつけるという騒動も発生していた。飾らないありのママの姿。 でメッセージを発信し続けるブリトニー・スピアーズからまだまだ目が離せない。<music> <music>